こだわったのは色です。集団をめぐる非日常の旅を表現した写真集が制作されました。株式会社コミクリ集団オフィスマネージャーの和田真澄さん。地方創生の一環で集団地域を活性化する取り組みを進めています。今和田さんが手掛けるのが集団市を発信する新感覚の写真集です。集団市のグラフィックデザイナー沖本道代さんと東京都が拠点のカメラマン岩松浩一さんが制作メンバーです。要はこの開けてくれた人が本当にバーチャルで旅をしているような、そんな文章をしているんですけど、アナログの大判カメラの写真が人気で、インスタグラムのフォロワーが10万人を超える岩松さん。彼が写すのはその地域特有の色です。風景に溶け込むように佇む女性モデルが非日常の旅を表現します。和田さんが写真集を作るきっかけになったのが、仕事で訪れた北海道ニセコのリゾートガイド。未開発が多い地域で地元の有志が町おこしのために制作した写真集に感銘を受けました。観光庁の補助金やクラウドファンディングを活用して周南市でもやってみようと制作を決めました。周南市を知らない方もこのかっこいい写真集は何だろうと思って手に取っていただけるような素敵な写真で、開けたらまるで周南市を自分が旅をしているような、そんなこう非日常空間を本から感じることができる。88ページ終えた後はちょっと周南を回って旅をしたような、そんなイメージで写真集を作ってます。例えば大洲島だと海の青を何と表現するかとか、例えば鹿野の観葉樹さんだと今回紅葉真っ盛りな時に行けたんですけど、その紅葉の赤を何と表現するかっていうことで、色もたくさんの言葉があるのでですね、その中から、その時の周南のその風景に一番合う色を写真集の中で表現していきたいなと思っていろいろとセレクトをしています。何かのきっかけになってもらえる、そんな世界観で観光 PR ができたらいいなと思いましたので、周南の違う顔をちょっと見ていただけたらなと思って作りました。昨年8月から制作を始め、周南市内各地の観光スポットを撮影。およそ1000枚の写真の中から厳選し88ページにまとめます。和田さんは全体のデザインを統括しながらライターとして記事の制作も行います。膨大な作業は大変と漏らすものの、やりがいはあると言います。例えば都市圏の方が新幹線ののぞみを使って、新幹線の駅から歩いて5分という地乗りのフェリーで行ける、フェリーで30分行ったらちょっと全然違う非日常の島に行けるという、大洲島を、メインのターゲットメインのコンテンツとして、もう新幹線でそのまま行ける旅で大洲島を体験していただいた後に、そのまま新幹線に乗って帰るだけではもったいないから、ちょっとドライブをしてみようかなと思っていただける、そんな本にしたいなと思って。メインコンテンツとなっている大洲島での撮影。島の人々が守ってきた景観の美しさに魅了され、人間魚雷回転という悲しい歴史だけではない島の魅力を新しい視点で表現することに挑戦しました。デジタル全盛期の時代にあえて紙の写真集で残すことにもこだわりました。残っていく地域とそうじゃない地域と、これから50年先とか見ていった時に、
ずっと残っている地域とそうじゃない地域で出てくると思うんです。でもこうして写真で残すことによってこういう地域があったんだよっていうことが100年先とか200年先とか、まあ、もっと先のことはわからないですけど地域の方が守られてきた景観っていうのがあるのでそれを残していきたいなと思いました。出来上がった写真集はクラウドファンディングで支援した人へ返礼品として送るほか都市圏の一部で配布されます。タイトルは山口ラグジュアリーブック。和田真澄さん、心に響く色を伝えます。視点を変えると見える景色も変わってきますね。地元の人々にも周南市を離れて過ごす人々にも手にしてもらいたい一冊です。関心のある方はクラウドファンディングサイトキャンプファイヤーでご確認ください。タイトルの山口にはいつか県内各地で展開したいという和田さんの思いが込められています。